さきなさ、今日バレンタインデーだけど、なんかあった？何もない。でも、お兄ちゃんにチョコあるけど。え、マジ？欲しい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 。じゃあ持ってくる。ちょうだい。聞いてみるもんだな。じゃーん。おー。こんな感じ。ありがとう。それは、あれ？なんか適当に余ったやつ？まあ、それとも。そんな感じかな。お兄ちゃんのために買ってきてくれた。ちゃんとお兄ちゃんのために買って。あ、よかった。よかった。いや、嬉しい嬉しい嬉しい。はい、というわけで、なんとね、さきなが、僕も適当に聞いたら、買ってあるって言うから、いや、それは嬉しいね、これは。どうぞ。ありがとうございます。もうこれ中見ていいってこと？どうぞ。ハート型のチョコ。可愛くない？なんかいろいろあるし。アーモンドとね、うん、あともう一個なんかあるわ。何個でもいい。あ、普通のチョコレート。チョコレート。自分が食べたいようなやつを自分食べたいやつね買ってきました。ちょっとなんかヘルシーなやつと、うん、めっちゃ迷って、でも本当にいろんなとこ探してマジで最終的にこういう形に。それちょっと嬉しい、ね、お兄ちゃんのために迷ってくれたそういうこと。まあ、でも普段ねそんなにチョコとか買わないので、うん、めっちゃ迷った。本当に確かにいただいたら食べるけど自分からはあんまり買わないみたいな。あ、買わないようにしてる。じゃあいただきます。でも普通にいつもチョコ食べるならなんか 77% とか、うん、ちょっとカカオが、うん、ハイカカオのやつをたまに食べます。ドライフルーツうまい、うん、ハイカカオなんですね、うん、なんか大会とかの時にさ、うん、集中力というかカカオがといいみたいな。チョコの香りを嗅いで食べなくても香りを嗅くだけでもねっていうなんか話聞いたことあるからさ、うん、でもチョコは、うん、ダークチョコの方が好きですね私は。そうなんだ、うん、でも俺あれ好きだよ、あのカカオ 72% みたいな。80%何%のやつはちょっとやべえなってなったけど渋い。なんか水分が奪われるけど。さっきのも食べる。うわ、これちょっと待って、ミント、ミントかな、これミントみたいなやつ、ミントかな。でもほとんどミント風だね。これはチョコミント、もう一つのは普通のミルクチョコレート。ああ、でも食べやすいかも。あとダークチョコがありますね。あ、それダークチョコ、え、これダーク、うん、ミントっぽい匂いする鼻、え、鼻おかしくない？なんか匂いが混ざってたのそうか、さっきのミント大丈夫？なんか最近大丈夫になりました。チョコミントのアイスは最近ね、俺も食べれるようになったっていうか、夏とかになんか食べると、うん、なんかあ、こういう楽しみ方あるんだなみたいな。すごいミントだけど、これすごい歯磨きみたいな匂いする。おお。ガムの匂い。歯磨き粉とかやったら怒られるのかな。でもやっぱ苦手なチョコミント、妹が買ってきてくれたから食べる味するミント、めっちゃミントの味する。だから食べてスーみたいな、めっちゃスースするめっちゃスースするでもなんかそれってなんか良くない？やばい、めっちゃスースする。これチョコ食べてたってスースするってなんか罪悪感なくない？僕はチョコ食べた感欲しいけど食べてください。酒飲む、美味しい。チョコミントのアイスがいいかな。でもチョコって14度で保管しておくのが一番いいんですって。14度、うん、何情報？指原さんと田中みな実さん、うん、がなんか YouTube で上げてて、へえ、サロンでしょかみたいな、なんか有名な、うん、食べ比べみたいな。で14度が一番いいんですって。ミルク、うん、甘いね、やっぱダークよりは、うん、でも美味しい、うん、やっぱなんかマイルド、うん、チョコミントよりも、うん、やっぱチョコミントはスースーしてるからね。スースーしてるのは多分好きっていう人もいると思うから。なんか最近はこうドライフルーツとか、うん、そういうの乗ったのもあるから、たまりすぎて本当チョコって迷いますね。まだでもミントすごい残る。マジ、うん、ミントっぽいですね。全部でもミントの反応だったね。でもね、ミルクはしたかった、うん、チョコはロシアに行った時にロシアのチョコがあれめっちゃ買って帰ってた。なんかでも外国行くとね、チョコとか、ね、大体チョコ保存が効くからさ、チョコ。あとなんか妹にあのめっちゃでかいこれぐらいのチョコ、オレオが中に入ったというか、オレオ のチョコを買って、うん、いつも帰って妹に渡してっていう、で一緒に食べて。なんかロシアって言ったらこうお酒もすごい。あー、ウォッカとかね。まあでももう来年、来年というか今年に飲めるようになるからめっちゃ楽しみだけど。俺結構あれ好きかも、あのバッカスとラム
冬季限定たまに売ってる、結構売ってるやつ。そうそうそう、でもなんか一時期あのお兄ちゃんの家に行った時は毎日絶対冷蔵庫の中にそれがあるイメージ。めっちゃ冷やしたこと美味しいんだよね。ありがとう。でも食べ終わりました。行ってみるもんだね、あるかないかね。気になってたんだよね、ちょっとバレンタインどうしたのかなって思って。いつも富山にいる時はなんか妹とかお母さんと作って、まあじゃあホワイトデーね、なんかお返ししておきますわ。はい、今日はこんな感じでね、終わりたいと思います。ありがとうございました。